最良丹沢、丹沢最良古墳でございます。もう5、6年前とか、あの道が変わってまってね、全然止めるとこないんですわ。はい、これ大阪湾、この新しい道ができてますんでね、入るとこないかな。青い島が見えますね、これ、これ綺麗に。今横ずっと車で回ってみたんやけどね、横は回れませんね、歩いて。おそらく下何回走っとるけど、簡単歩くやな、看板。丹野は最良古墳ですね。海からどうやろう、見えないこともないか。これ見たら見えないことないな、海から。ちょっと逆光やけどね、これは大量混んで、丹野はね、はい、ちょっとこれ来るの2回目やけど、前回も大雨でね、この辺の、この横まで来たんだけどね、結局入れなかったんで、今日はどうやろうな、入れるかな。どれぐらいあるんだろう、これ。あっこに現場があるみたいやけど、あっこちょっと入ってみましょう。ちょうど逆光で、どうもあの、イメージ的にちょっと違うんだけどね。西がこんな、こっちはこうにして思ったんだけどね。あそこに淡路島があるんで。なんか3時やからね、この上にあそこがね、26号線。ほら、そこなんか看板があるんだけどね、あれ入ってみよう。よっしゃ、来たよな、渡ろう。これ中入れるか、これ。そこなんか看板があるんだけど、どうやろう。え、こんな、何の看板があるの、これ。何の看板でしょうかね、読まれへんか。大量古墳って書いてあるんやろうか。はい、これ看板、史跡。あ、大量古墳って書いてあるんだよ、これ。お、全長210m もあんねや。考えられています。これ5残ってるよ、これ。うわ、見えんな、これは。あら、先が見えない。ほら、おお、200m以上あるね、これ。そんな2、3、5分が 170m やけど、また大きかったね、こっちの方は。お、いけるんか、これ。歩いてる跡があるね、これね。この大きさですからね。あ、入れんねや、これ。ありがとうございます。おお、これここちゃんと入るようになってるんだよ。これ白なんだね。おお、やぶなってるね、これ。ほら、ほらほら、最良古墳。はい、ありがとうございます。入れまんのか、これ。古墳開いてんね。
大丈夫これ、石。うわ、うわ、大丈夫かよ、これ。はい、ありがとうございます。200メートルあるんやったら大きいぞ、これ。210メートルやからね、それだけあったらやっぱり大きいですよね。後円部、墳丘、前方部。ああ。マムシ中なんか書いてあるぞ、これ。マムシがおりまんのか。おお。蜘蛛の糸が。こう下はこれ、豪華ゲートから。よく歩いてますよ、墳丘の中を。これ見てこれ、ものすごい、あの、おお、蜘蛛の糸がすごいぞ、これ。歩いてないってことやね、あんまり人がね。これだけ糸が多いということだ。ちょうど大阪の入口でございますからね。おお、あの横がね、ああ、ものすごいわ。船で来ると横で、横から見えますよ。あの、あの上はね、こっち下ね、はい。この辺からが公園部なんでな、はい。公園部の墳丘の一番上まで上がってみましょう。これ上がれるのか。これ入れるっていうの知らなんだね。これすごいこれ、これ。上は流れるのかな、これ。もう虫と蜘蛛がすごい、蜘蛛の糸がすごい。上上がられへんな、これ。うわ、もう、あれや。すごいすごい。蜘蛛の糸がね、すごいんで。もう何回かったことやら。墳丘に上がられへんか。墳丘で。公園部の頂上上がらへんの。上がるとこないね。上がれませんか。ああ、やっぱりこれそうやね。石がゴロゴロしてるからさ。ほら、公園部そこが。公園部やけど、わかりませんな、これ。まだ立ててくれてんだけどね。上がれないね。これは大きいわ。上がらないな。おとなしく歩きましょう。はい、じゃあ、あ、石がすごいから、やっぱり石拭いてやったんやね。もう蜘蛛の巣だらけでございまして、ずいぶん蜘蛛の毛切ったけどね。おお、高いね、結構。まあ、210メートルの墳丘あるんですけどね、これだけ高いよね。だから下から水が入ると、5からどれぐらいあるよ。15、6メートルあるか。15、6メートルあるかもしれない、これ。はい。ほら、もう石だ。これすごい石やからね。これずっと吹いてあったんだよ、もともとはね、おそらく。ね、おそらくね。これは宮内庁管轄じゃないか、入れんでね。しかしね、あの、天皇陛下の命によるって書いてあるからね、基本的にはもう普通の一般の人じゃなくてね、祀られてるとすれば、天皇陛下の子孫かね。こんな大きいやつはなかなかね、普通の人はね、入れ、あの、こんなとこ、こういうことできなかったんやね、あの子は。はい。午後見るか。はい、一周回って、午後の下見えてるね。横はなかなか見れないんでね、横は、あの、
歩けないんでね、はい、よいしょ、よく5やけどね、はい、これ公園分高さこんな高さで、はい、すごいすごい、もう雲の板だらけで糸を引っかかってこの高さや。これが暖かいやな。これ短いなんだよな。よっしゃ、これいいね。これ最高や。はい。次は前方向でこれ。前方もこの辺からこう見た見るか。木が多いここって全然見られへんな。はい。まあ牧師ではね、大体ここは作り出し、これ作り出し、これここは作り出し、これ作り出しまるの、ここにこれでおそらくね、最初やったらやろうということやけどね、はい、綺麗に残ってますね、形は。そこそこ人これ歩いてるね、これ。おお、またや、またや、おうおう、高いね。またでございます。もう雲の糸がすごいことになってるから、おお、またや。カーブやられてるね、これ。カーが親指詰まって、もうお腹いっぱいになってるわ。はい、これで週末タコになりますかね。はい、ありがとうございました。回れました。